佳境を迎える1回戦 E グループ。8フレを終えトップは寺下。このまま逃げ切ることができるのか。ゲームは第9フレーム。9フレ1投目寺下どうだ。これはちょっとアンラッキーか。アンラッキーでしたね。今まで全部ねストライクを持ってきた、右が18番レーン、これはちょっとアンラッキーですね。川崎優衣、はい、ここはもう何が何でもストライクを続けたいところです。わ、これはいやもう思いっきりもうギリギリ厚めをもう狙いましたけどね。ちょっと親指が引っかかって思った以上に左へ行ってしまいました。寺下はここはバックしていきます。川崎優衣、いや次戦出場停止は嫌でしょうけどなかなか厳しい状況になってきましたね。バックします。さあ久保田よーしストレート逆転のね、チャンスを残しましたね。はい、まあ、寺下も9フレでストライクを持ってくればというたらればであったんですが、はい、久保田が9フレストライク、さあ10フレでどうこの勢力図が変わっていくのか、トータルスコアが変わるのか。まずは10フレ1投目寺下地下集めに行く。一つ厚く行きたかったんだが、そうですね、綺麗に1、3ジャスポッケーになったんですが天秤残りました、はい、まあ、ここでしっかりスペアをして最後10本ストライクですと、まあ、1位が確定するというところですね、はい、227までですからね。久保田が全て持ってきても226です、はい、さあどうだ。よーしストライク。このボールで、まあ、ようやくねあの右側のレーンはこう克服したかなっていうところなんですよね。左側がやっぱり苦しみましたね。さあこれは大事なテンプレ2投目のカバーになります、はい、そうですね。テンピンはきちんと難なくバークしていきました、はい、次でストライクで227、まあ、こうなると川崎にはもう今のストレスフル鬱憤を晴らすためにも、そうですね、まあ、とりあえずしっかりパンチアウトして、うん、ストライク。でもしね久保田が勝負に行って厚めいっぱいいっぱいとなると、うん、一歩間違えれば大きなスプリットという可能性があります、はい、そうすると川崎が2位で残るという可能性もあるんですよね、うん、その前に照らした地下のテンフレ3投目を見ましょう。ストライクで締めくくれるかどうか、はい、ストライクで締めくくればトップは確定です。どうだ。よーしストライク。どうだ。よーしストライク。これで1回戦突破が決まりました。準決勝進出寺下地下です。227。さあそして川崎優衣テンフレ3投目、とにもかくにもパンチアウトストライク。誰かトレーンにお辞儀をしました川崎優衣です。久保田は、はい、ここはもうねあのスコアのことをしっかり考えて大きなスプリットを出さないこと、うん、しっかりスペア以上をマークすることが大事です。そうすればワイルドカードで準決勝へはいけますので、はい、ね、無理にこう集め狙いすぎて大きなスプリットを出すっていうことだけはしないというのが大事ですね。どうだ1投目。よしストライク。いやーさすが上手かったですね。これでまあ大丈夫だと思いますが、あとはね本当ガターとかファールをしないことですよね。はい、テンフレ2投目これを倒したストライク、はい、2位確定、そしてワイルドカード確定というところですね。準決勝進出を決めましたストライク。そしてフィニッシュ久保田彩香テンフレ3投目どうだ。よしストライク。
1アウト。終わってみて1ピン差でしたね。ああそうでしたね。1回戦 E グループ寺下千葉勝ち上がり、そして黒田彩香ワイルドカードで準決勝進出です。寺下が4大会連続で1回戦突破、スコア226の久保田がワイルドカードで準決勝進出を決めた。この結果寺下はポイントを7に伸ばし4位浮上、川崎は4ポイントのまま次回出場停止となった。途中分かんなくなっちゃいましたね、レーンが。もう後半はちょっとずつ修正できてはいたんですけど、それがやっぱり強い2人の前では追いつかないんだなっていうのがすごい改めて実感しました。2フレーム目に投球した左側のレーンが練習投球でもあまりつかめてなくて、悩みながらのスタートだったのでちょっと出遅れてしまって結局2位だったんですけど、途中から合わせることもできてストライクも来てましたし、まあ、個人的には納得のいく1ゲームだったかなと思います。この1回戦を1位で通過するのと2位で通過するのと、ワイルドカードで通過するのってポイントが違うんじゃないですか。だから大事な一戦ではあるんで、やっぱり1位で通過してポイントを取りたいっていうのはあったんで良かったです。